夜分お邪魔しますでございます。こんばんはでありますけども、おはようございますということで、9時45分ですね。今日はフル号、フル号散歩してみようか。はい、フル号長いですもんね、この通りが。そうですね、うん、あと多分ね、この裏手といいますか、はい、ね、この大きい通りですけど、うん、もうフル号ですし、ああのだから上野の山を越えてのところも、そうそう、あれもフル号。まあお買い物に来たりとか、僕の好きなハードオフ買い物に行きますね。ああ、もうちょっと向こうです、ね、向こうですね、ハードオフ。どっちに行きます？お散歩ですから。じゃあハードオフの方にいいですか？方面、方面に。夜分。ああもう日陰と日向で全然違うやん。八九。あ、いつもよりね、大きな声で喋ってます。どうしたんですか。さあ徹夜だからですか。いや違いますよ。今日だって4人中2人が徹夜してますからね。僕もかなり昨日のお仕事遅かったので、で9時からやろうっていう。はい。若手2人が。あ、今日もだって全員揃って4人ですからね。コンパクトですよ。年齢も高く、年齢も平均年齢が高く。はい、おじさん。朝のおじさん。健康的やね。あ、健康的ですね。そう言ってる間に古郷小学校ですか。違う。豊富小学校。運動会。いいね、なんかこう秋に運動会をするっていうのはなんかやっぱホッとしますよ。最近はね、春にするところも多かったりとか、うん、ああいいじゃないいいじゃない。走るの遅かったんですよ、小学校の時。遅かった、もうすごい嫌だった。3月生まれだからかな、僕はちょっとその説をちょっと唱えてます、自分の中で。ああ歩道橋、だんだん歩道橋もなんかね少なくなってきてますよね、ちょっとずつ。やっぱりすごい立派なホットモットがありますね。この店構えのホットモットはなかなか見ませんよ。ここは豊富幼稚園なんですね。大きいね。僕が通ってた鶴崎幼稚園はもうなくなりましたもんね、うん、小学校とあの同じ敷地内にありました。自分が通ってたものがなくなるってやっぱ寂しいよね。いやでもあの皆さん朝から活動してますね、やっぱり主婦の皆さんなのかな。早めにね、早めに暑いから買い物済ますとこう。そうね、割と好きです。北島あの食器とか8月5日にオープンしましたね、こちらのお店は。餃子なんて読むんですか。日々餃子、時々シューマイですか。餃子専門店って無人餃子。いやほら、あ、ほうかさんです。ほう、あ、萩原にあった。もうでもだいぶ前よね、ここに来たの。そうだね、ちょっと前ね。ちょっと一回確認したかったんですよ、ほうかのあのキャラクターが一体何なのかって。ゴジラみたいな、恐竜みたいな。でも元々されてた感じじゃないですか、ここの。変わられたんですね。どこか美味しいうなぎ屋さんもあるよね、有名な。この一本裏にあります。予約ができないといううなぎ屋さんですね、確か。私の行きつけのお店がまだ開いてません、残念ながら。楽器です。僕もここであのギターを数本買ってます。すごくいい楽器が出るんですよ。そのまま使える、そのまま使える。あれ、ね、この辺ってさ、その早とはまた違う。もう早に入ったの。早と古郷のちょうどその境目みたいなのはどこなの。あ、もう早だ。早ですね。もう入っちゃいけないの。入っちゃいけないですね。ちょっともうこっから向こうはもう早と。今日はもう古郷ですから。じゃあちょっと一歩その道をこうグッと中に、一旦早をちょっと失礼して入りまして、じゃあ一本こっち側に、こっち側に入って何があるんだろう。あ、ナスですね。家庭菜園ですね。なんかでも昔ながらじゃない、こういう道が。ね、早だ。早はちょっと映しちゃいけないから、古郷しか映しちゃいけない。早一丁目って書いてるじゃん。これはちょっとあのまた我々来ましたけど、行き止まりの可能性もね。ですよ、散歩なんだから。そうですね、うん、あ、行き止まりだなって思えばいいんですありますね、道が。道ですか。これ道ですよ、これは道です。あ、うん、これはさっきのあれですよね、ハードオフの真裏ですね、これは。おー、面白い面白い。早一丁目5 早じゃん。これ映しちゃいけないですね、早は。地元の皆さんの生活道路ですか。さあ
出てまいりましたね。ここはもう古本に入ってますか。あ、ご覧ください、早です。いや、本当上田町です。上田町終わりましたね。ここは早ですね、はい、こっちはもう上田町ですね。全然我々古本にいないです。古本に全然いませんね。またちょっと行き止まりなんじゃないか説が出てきましたけど、これも行けるんですか。行けるでいいですね。行けるんですか。行けますね。これまた世界初の映像を皆さんにお届けできてるんじゃないですか。あ、でもこのやっぱこう水路があるっていうのはいいですね。なんかもしかすると昔は田んぼだったのかもしれないですね、この辺も。猫の散歩道みたいな。いつから私たちはこの獣道を歩くような番組になったんですか、これは。まだ上田町ですよ。え、南太平寺になったね。全然古いのにいない。ここ上田町で、そっちも南太平寺ですね。こっちしかないですね。我々も古号を完全に見失ってるという状況ですね。迷宮入りですね、これ。そもそもスタート地点が古号だったかどうかも疑わしいよね。そうね。あ、ちょっと安心しますね、古号の文字が。いや、でも建物の名前は当てにならないから。そうか。舞鶴高校は舞鶴にないんですよ。あ、そう。そうです。なんかでもこの辺も古号じゃないかみたいなこと言ってましたけど、古号じゃないですね。もうこっちだ、こっちしかないんで。ええですよね。ああそう、これはいいね、すごい。これ初めて見たな。ちなみにおいくらぐらいなんだろうか、ちょっと見てみる。他のところよりも安いですよ。水洗いの200円ってないもん。セブンイレブンのカーウォッシュってのはちょっと初めて見ましたね。夜分暑いな。全然秋じゃないね。あ、来ました。はいはいはい、この道で上田町と古郷がやりましたね。じゃあスタート地点は古郷で良かったんでしょうね。良かったでしょうね。元町の道にこう向かっていく方が古郷だと。ここのジョイフルは朝8時から1時までなんだって。24時間ではないですね。でもこの辺住宅地だから来るんじゃない。我々でも子供の頃グルッペっていうやつがありましたよね。うん、ファミリーレストランでいうともうグルッペですよ。あ、ありましたね。うちはでももう完全にグルッペでしたね。グルルンルンルングルッペっていう CM が流れてた気がします。お町の子ですよ。お町の子はやっぱ3点ですよ。そうか。あ、でも子供の頃行ったことがないかもしれないな。おはようございます。おはようございます。岡さん今どちらから出てきたんですか。ここ道がある。え、ここ道、え、これ行っていいやつ。村通り行っていいよ。あ、そうなんですか。どうぞお取りください。 ありがとうございます。あ、本当ですね。ちょうどいい道、いいですか。これぞ夜分の路地裏散策ですね。びっくりしましたね、今。これが表通りまで続いてるんじゃないですか。ですよ。ここはね、水路があるからね。あー、こんな川といいますか水路があるとは。ちょっとこれちょっと行ってみますか、ね、これまあこれ行けばあの大通りにね、我々がスタートしたところに。ただただただ歩いてるだけ。あー、涼しいですね。完全に1列なんですけど。だって2列で行けないですもん、道幅として。あ、ここはあの涼しいですね、風が通る。ちょっと待ってくださいよ、これはどうなるんですか。ここは行っていい道なんでしょうね。で、ここはもう終わってますね、まあ、もしかすると通れるのかもしれませんけど、生い茂ってますから。お腹全身じゃないですか。いやいやいや、こっち抜けていきましょうか。あれはでもあれだね、小学生の頃だとワクワクするだけ。行ってますね、行ってますね、うん、はい。ここはどうなんですか。ここはちょっとさ、ここはもう敷地に入るんですね。わかんないよね。わからないですね。塀はあるけどね。じゃあもうこっちの、もういいでしょ。裏道もだいぶ散策しましたから。これはでも裏の道を知ってるとやっぱいろいろと渋滞しても抜けれるんじゃないかという。あー、涼しい。路地つな風の抜け道みたいなのがあるんですよ。突然来る風の抜け道にやっぱ幸せを感じますね。古号もあまり盛り上がりもなく終わってしまう可能性がちょっと今の段階で出てきてますけども、まあでも路地はねいろいろと入ってきましたよ。あ、安心しますね、ここは古号と書いてくれてますから。どうしますか、ちょっと入ってきますか。今日も本当ただ散歩してるだけですけど。普通にね、もう45分ぐらい歩いてますからね。回ってるから。おはようございます。
暑いですね。暑いですね。どちらまで行かれてるんですか。買い物に。あ、買い物に？そこアップルに。あ、え、アップルってこっちの方向かな。うん、ちょっと左、ちょっとある。あ、こっち側？ここから200メートルぐらいかな。もう昔からフル号なんですか。もう40年ぐらいなんです。あら、そうですか。いやー、ちょっと暑いんで気をつけてくださいね。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。お寺が多いよね。お寺が多いね。やっぱフル号だからかな。なんかね、そういうやっぱこう名前の由来に なるお寺さんが多いですね。戻りますか、フル号のメイン通りに。ございます。ありがとうございます。今からお仕事。あの、ファンがついてるやつですか、それ。涼しい。待ってください。ありがとうございます。もう終わりじゃないですか、フル号も。向こうもフル号だよね、でもね。向こうもフル号6丁目ですね。この辺が1丁目。今4割ってますね。我々は4割。で、向こうに5がありまして。ありました。確か。謎は深まるばかりですね。ただもういいですか。ちょっと今までぐるぐるしてみますね。あ、そうですね。うん、どの辺までがフル号なのか。うん、なんかすげえ生き物が。おー、クマもいますね。フル号南公園、桜の木に覆われておりますな。この辺はフル号です。フル号6丁目。はい、ここがフル号。はい、その横はもう花園になるみたいな。花園、ね、あの浅野の方とか。ああ、全然曲がるとこない。花園入りました。花園1丁目です。あらららら、らじゃあもうフル号じゃない。あらがって、あらがって。あ、じゃあ5丁目の方向に花園1丁目ですね。じゃあこれでフル号にそろそろインすることってこと。花園入りました。あ、まだこっち花園。こっち多分フル号。フル号、はい、これフル号5丁目です。あ、フル号って書いてくれ。あ、ここはフル号。フル号、おー、ありました。ということでフル号は6丁目までということでいいですね。フル号ですよ。すごい。あ、俺これ、うわー、花園1丁目と早3丁目がもう背中合わせ。こっちがフル号、こっちが6。お、こっちがフル号。すごい。うわあ、境界線ですね。これは車で行くと一発ですね。歩いたね。うん、歩いたけど。ということでいかがだったでしょうか。謎は解けましたね。もともと謎でもないんです、ね、謎でもない、うん、謎解きをしてるわけでもないんですけども、こうやってこう境目を見つけるというのは面白いです。非常にね、面白いですね。キャブン、フル号をですね、回ってまいりました。およそ1時間の散歩、きっちり1時間いましたね。1時間前より交通量が少し増えたかなという感じもします。半分はフル号ですけど、半分は、上田町、南太平寺、はやを回ってきたという、いろんな発見がありました。でもやっぱどんどんと発展している町ではありますよね。ということで我々、取材してるのを見かけたらぜひ声をかけていただいて、僕の町にも来てよ、私の町にも来てよというふうに言っていただきたいと思います。本日はフル号を散策してまいりました。ナイスナイスナイス。